皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてアヨツです、オハルです。そしてチョス、アイデです。ということで今日も帰宅部借金を100万円返済していきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、いや僕らですね、まあ前回結構稼ぎまして、はい、はい、2万5000ぐらい、そうそう、もうね残り92万。おお。まあまあ回復したよね。うん、まあまあね、徐々に近づいてってるんでね。まあ最初草刈りから始まったこの借金生活、あれ、うんうん、ちょっと待って、あれこんなあったっけ、このあれこんなあったっけ、なんだこれ、閉じ込められてるぞ、ちょっと囚人だ、囚人。いたいたいた、なんで喧嘩してるの。間違えた。おお、びっくりした。なんだ、ゲームマスターや、畑じゃない人だ。お疲れ様です。お疲れ様です。返済はどうだ、順調か。順調です。そうですね、いい感じで、うん、まあこの町も少しずつ建物が増えてきて、うん、うん、ちょっと見栄えも良くなってきたところでなんだが、おお、ありがとうございます。なんでしょう、はい、ちょっと君たちの借金返済をサポートするシステムを作ろうと思う。おお、マジっすか。マジか、ありがとうございます。はい、まあ、この町にはお店はたくさんあるが村人が一人もいないと、はい、あ、確かにね、確かに、まあ、商店のおっちゃんがいるだけで客は君たちだけだ。確かに確かに確かに。それだと物流が止まってしまい、はい、買取金額が低下する。なるほどね、はいはいはい、このままでは借金返済が困難だと、はい、なるほど、困難か。早くこいつらから巻き上げてこいと上から指示があった。なるほど、すいませんでした、すいませんでした、はい、遅れて借金返済。なので君たちがより稼げるよう、はい、新たなシステムを導入する。おお、ありがとうございます。この村に税金のシステムを設ける。税金？税金？税金？どういうこと？村人？税金というと、はい、まあこの日本という国はいろんな税があるが、ありますね、はい、所得税、住民税、いろいろ。世界は住民税と所得税しか存在しない。ああ、なるほど、住民税ね。所得税存在するの？確かに。いいことと悪いことがあり、はい、いいことは、はい、ここに村人が住み着くと、はい、君たちはその村人から住民税を受け取れる。でかい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 。トップってことは俺たちは税金と税金、多少君たちからも所得税が引かれてしまう。なるほどね、はいはいはい、税が国として認められてるってことだ。なるほど、ね、あ、我々が国の税になるわけじゃないのか。ただ村人が増えることによって、はい、毎回動画で住民税を得ることができる。うわ、それでかいやん。でかい、不労所得に近いものが君たちの手元に入ることになる。うん、なるほどね、これ不労所得やん。もうここで生活しん？もうそしたら。いやいやいや。ただ、はい、税金の金額は村人の満足度や、はい、君たちの働きっぷりによって変わっていく。なるほどね。え、で所得税は、僕らの所得税は数本の動画に請求が来る。なるほどな。ただ稼げば稼ぐほど損をするという税金の制度ではないので、はいはいはい、累進課税制度ではないってことですか。はい、違います。あ、詳しいのやめろ、もういいから。いや、あの最近あの税務署からすごい連絡来るんでたくさんいるので、いやいい、こちらのデータによると住民税の方が圧倒的に大きいと。なるほどね。なるほど、いい世界だな。だ、ね、まあ、この制度を導入するかどうかは君たちが選ぶことはできるが、うん、導入することを強くお勧めする。いや、これした方がいい、さすがにした方がいい。しようしよう、しようよ、これこれだって、本当に。オワラ、オワラフリーズしてない？オワラフリーズしとるよ。いや、話聞いてるよ。ステーキ持ってフリーズしてるやん。ほら、動いてる動いてる。じゃあもうちょっと、うん、で税金のその住民税がどれぐらいのものかもちょっと正直気になるし、やってみたいね、うん、好奇心的にもやってみたい。では導入するということでいいか。お願いします。はい、手数料2000円になります。おい。お、なんでだよ、いきなり金取んのかよ。あ、待ってください。まあまあ、どうした。僕ちょうど手元に2000円持ってました。おー、さすが。人参で稼いだ2000円があります。ありがとうございます。2000円あんの今。確かに受け取った。おー、では税金システムをスタートする。お願いします。あれ、なんか右、なんか右に、なんか現在の村人数、村人ゼロ、村人数、ここに他の村から村人を移住させてあげることにより、はい、ここに住み着くこととなる。なるほどね、なるほどね。しかし村人の数とベッドの数が釣り合っていないと村人の満足度は下がってしまう。はいはいはい、なるほどね。繁殖させるもいい、連れてくるもいい。おー、ただ連れてくるにはそれなりの道具が必要だと思う。
ボートも必要だ。ここへ来てボート必要だわ。この店をオープンしよう。おお、お、手動で。神の手や、神の手。ああ、どうす、神の手だ。明日から使ってくれ。わかりました。わかりました。じゃあちょっと一回寝ますか。危ないね。ありがとうございます。ああ、消えてっちゃった。でもあれ多分そのうちゲガルがどこ行くと。あ、どこ行く。あの人の住処を。あの人の住処。山の方行っちゃった。あの人の山の方に。どこ行くんだろう。五分を。じゃあ寝ようと。五分を。オンザラゴール。レズミン。あはー。オキキン。ちょっとさ、この村人見てみようよ。そしたら村人っていうか商人。商人さん。それでは見させていただきます。ポチ。うーわマジか。え、何どうしたの。どうぞ見てください。おはようございます。そうきたか。そうきたね。高え。高すぎだろさすがに。え、これボートで運びたくない。これボートの方が絶対いいって。気合いのボートで2人運んでくるか、うん、まあ、線路を引いて全員連れてくるかどっちかだな。だ線路高いわ。線路引くと一括でガーっていけんだよね。まあ、乗せれば勝ち。ただボートだろ。え、でもボートもさそんな安くないよ。え、これね、レール15個で5000円はちょっと高すぎる。さすがにちょっとな、うん、ぼったくりか。おい、おっちゃん、だからレールだけ買って、うん、前回さゲットしたレッドストーンブロックを使えば、あ、そういうことか。パワードレールが使えるから、まあ登りたいとこは登るみたいな。いやでも、え、あ、そういうこと。だから一人このセットを買って、うん、そうです、坂を登れるセット結局必要だから。そうそうそう、あ、そういうことか。もしボートで連れてくるってなったら、うん、その全部掘り進めるとかしないといけないのか。そう、うわ、足元見てくんなこの商人さん。やるな。需要と供給のバランスを分かってきやがる。買わざるを得ないぞ。え、買う？さす、え、買う？え、これ一番近い村どこ？多分最初に見つけた村じゃない。ああ最初の村か。うん、この羊側の羊方向。いや、言うて多分200万ぐらいはあんじゃねえの。キヨキヨ結構ボート派かも。まあボートで登りたいとこはレールって感じじゃない？トロッコって感じじゃない？一回下見する。確かにな、ちょっと全部で1万3000でしょ。高いわ。高すぎだろ。最悪、うん、村が高い位置にあれば。そう、確かにね。まっすぐ土の道でも何でも引けば。確かに確かに。そうそうそう、上から下る分には問題ないから。確かに。いやでも結構きついっすよ。あーでも待って、高いとこになった気がするの。でも一回山岳はもう登んないといけないわ。そんな遠かったっけ。いやこれ待ってよ、重労働で。あ、でも結局スコップとか使うなら、でそれで消費していくぐらいだったら一括でバッと買っちゃってっていう可能性はあるよね。使い回した方がいいと。あ、でもさ村人2人連れてくればさ、あれでしょ。そう、一旦2人連れてきて繁殖して、そう、人参とかをあげればいける。いや動物みたいに言うやん。大体村人さんのことすげえ動物扱ってる。好きなのよ人参。心ない、心ない、ね、俺も好きだよ温野菜でね。いや俺もそう好き、しゃぶしゃぶね、これね。そう、ディップしてもいいし。あー、いいね、いいね、いいね。人参美味しいですよ。人参美味しいよ。そう、いやでもちょっとこれボートさすがにきつい気がするわ。でも基本でもボートだよ。まあ本当に、なんか中継地点を何個も作りながら、うん、ボートとソウルサンドと水でワンチャン開けれたっけな確か。あ、あ、てかてか、あ、俺思い出した。あるよ近く。うん、近い村あったわ。いやこのさ借金生活さ、どうにかどうにかこうゲームマスターの意図から外れて世国稼ぐかみたいなとこあるじゃん。まあ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 、言いたくはなかったけど、そういうものになってるよね。いや俺だってそれで俺原木と野菜で俺2回なんかよう分からんけど値段下げられてるから需要と供給でね。うん、気をつけろ。確かタイタイが前見つけた村は、うん、海沿いだったからボートで全然来れるし。あ、マジか。それめっちゃ熱くね。熱い。ああ、海から海まで運ぶってこと？そう。めっちゃ近いと思う。ただの楽やん、ただの。そう、入り江になってるから、うちの。いい感じ、タイタイ乗りこなしてんな、マジで。でも黄色と黄色で合うでしょ。ヒーヒーンって言ってるよ。ヒーヒーンって。今もう、編集でヒーヒーンっていう SE 入ってる。あります。
飛ぶたんびにヒーヒーで入ってるから。あ、ではいはい、さっきチラ見してきたらやっぱり村あって、うん、そう、この先に古本屋とかの奥の方に、あ、マジか、海越えたとこに、そう、あったの。え、じゃあボートで結構楽に行けそう。ボートで行けそう。ボートと、うん、ただ、登らせるツールは必要かな。なるほどね。それはないんじゃねえか。結局買わなきゃいけないのか。そう、買わなきゃダメ、そうそうそう。あ、じゃあもう買いますよ、もうおっちゃん、もうそれですぐニヤニヤしてさ。ニヤニヤ見えてきたわ。買いますよ。わぁ、高え。高え、マジで。え、お金なくね。え、まあ両替、小銭はよく貯金箱の方に、小銭は結構あるけど、お札ないよね、多分俺ら。あ、うんうん、あ、足りないって可能性が出てくるんだよ、これ。さって、両替してくる。あれだっす。はい。もう鉄なくなりました、はい、この家から。え、本当にないじゃん。あと410個ぐらいしかなくなってきたな。相当交換、だいぶ交換できたね。ということで、はい、買います。来ました。え、待って、俺らもブランチマイニングしね。いやいや、一周するなって。いや、あの鉄がないのよ、鉄がない。俺らさ、資産結構あるとかに抜かしてたけどさ、全然資産なくね、うん、ないない、正直ない。ってなんか俺鉄でなんかマジ20万円分ぐらいあるかなと思ってたら、なんか飛んでるぞ、飛んでるぞ、なんか飛んでるぞ、なんかなんかウィザースケみたいなの飛んでるぞ。川遊びとか。消えた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 。じゃあちょっと買っちゃっていいですか、全部一個ずつ。いっちゃえ、必要だ、はい、買います。入れる。高えよ。これま住民税頼むよマジで。いや、俺ほんとそれ。パワードレール、そして最後トロッコ、はい、全部買いました。15,000円、15,000円、はい、俺らお金がない、お金がない、貧民の踊り、もうやめて、みっともないからやめて。あれ、あれ、なんでこんな持ってんの。いや、これは手持ちクラフト、手持ちでできる。あ、手持ちクラフトできるんだ、そうだ、それ忘れてた、うん。じゃあちょっと待って、俺レールの使い方わかんないからちょっと教えてよ。え、置くだけよ、置くだけよ、置くだけか。いや、ほんとに置くだけ、どっちも置くだけ。ちょっと一回、俺荷物とか全部置いていくよ。てか、ボートも結局買わなきゃいけないから。あ、2000円ある俺、マジか、手持ちに、ジャスト。あ、それボート買ってくれよ。ボート買うわ。散財じゃねえか。やべえよ、ここへ来て俺らもう散財。これで税金なんか30円しか取れなかったら結構やばいんだけど。いや、もうマジで、マジでブチ切れるもん。ゲームマスターのもうラインブロックする。現実的やな。普通に距離取るやつ。まあそれは冗談で。よし、じゃあもう、僕らいくついくらですか。13,000円の15,000円です。15,000円です。15,000円で僕ら。ね、それで言うとね。うん。2ボートと2トロッコぐらい持っとかないと2往復しなきゃ村人増やせない。いや、2往復しよう。マジ2往復しよう。でも2往復大事な気がする、俺も。2往復するか、そしたらここでなんかもったいない気がする。うん、じゃあ気合でいくか。行くぜ。ちょっとタイタイ場所覚えてる？村のこれ覚えてるよ。タイタイが先導 してもらわなきゃダメか。ちょっとじゃあご飯とか、じゃあ俺が先導する。ちょっとみんなブロックいらんやつ持っていこう、土とか。そうだね、あ、大事な、大事な。道作る。ルートを強制するために。ルート強制か。石が一番今余ってるから。石あるね、たくさん。まあ、あとベッド俺3つ持ってるから、最悪。強くて笑った。めっちゃ持ってる。俺らが持ってない時用の。村からパクりまくってきた。よし、じゃあ行くか。しこ。これって、最初、お馬さんで行く？いや、いや、徒歩だね。徒歩、オッケー。帰り村人をボートで運ばなきゃいけないから。重労働だぜ。よし、行くぞお前ら。拉致するってことでしょ。そう、村人を。そう、結構近いっつったっけ。いや、まあ近くはないけど、遠くもない。水ゾーンがでかいから。なるほどね。ああ、そっか、水はもうほぼゼロ距離みたいなもんだもんね。そう。いや、でもね、こういう段差もね、レールを駆使していかないといけないわけでしょ、これから。うん、そうだね。レールって適正ツールピッケル？あ、ツルハシだな。ツルハシか。いや、これはなかなかしんどいですよ。これちょっと今日もまたロングな回になるね。そうだね。最近この借金生活、一動画撮るのに平均やっぱ1時間半から2時間は超えてくるっていう、かかるね、そういうね、本当の借金生活みたいな感じしております。はい。帰り道はここら辺から
なるほどね。ボートでコラハムで来る。なるほどね。そっか、帰り道の想定も大事なんだこれ。で、うん、問題の村はあの奥。ああ、ジャングルかも見えてる。この奥にすぐある。何も見えよ。ボート乗っていくかい？あ、乗ってく。乗ってく。そうだよ。あれ？おい！無事乗ってんじゃねえかよ。こんな野郎。ちょいちょい。乗っとけ。乗っとけ。もう切れ。いやいや、俺本当に乗れるよ。本当に乗れるよ。本当？本当だ。乗っとけよ。でも、タイタイ運転を任した。早く行くぞ。おい、俺落ちてったよ俺。俺結局水泳だよ俺。ドラウンド来る。ドラウンド来るから。ねんべ。ねよ早く。ねよ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 。あはー。あーオッケー。よっしゃー。あ、ちょっとタイタイ持ってかれたわ。え？まあまあいいよ。よくねえよ。あ、大事だよ。ちょっとタイタイ運転を。行け。タイタイ。よし来い。行くぞ。もう間もなくよ。あ、ジャングル。間もなく見えてくるよ。こっちにあんだジャングル。なんだ。てか、なんだかこのジャングルの手前寺院あったぜ。もうこの寺院か。寺院か。ほら、見えた？左手。あ、今左手見えた。あ、割り近かもね。割りと近いでしょ。OK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 。割り近、割り近。OK、じゃあここ一回壊させていただいて。はい。2000円だからね、ボート高いんだわね。なくしたらもう犯罪よ。乗り捨てとかもできんよ、ね、犯罪、マジで。マジで犯罪のやつ。まあ、ただ、運びやすそうだ。運びやすそうだ。でしょ。そうだね。か、確保しよう、確保。確保して。ここら辺で確保すれば、海まで持っていける、この高さで。ガタンガタンガタンっていけるのか。そうそうそう。おい、来い来い。あ、待て。来い来い来い。来い。あ、乗った。乗った乗った。こっちこっちこっち。オッケーオッケー。あ、でも。高さが。とりあえず村の貴重品全部。なんだこれ。この、耕してあると、耕すとかしてあるとダメなんだよ。あ、そうなんだ。一回降りて、まあ全部じゃあスコップで耕すかじゃん。なんだろ。なるほどね。あ、乗っちゃった。乗った。俺たちのボート飛ばせるわけにはいかねえ。うん。行くよ、こっち。行っちゃっていい。行っちゃっていい。くぼみ。行っちゃっていい。くぼみの中にオンラインして。オッケー。いや、トロッコは関係ないのか。降りるだけ。ここはもう降りるだけ。オッケー。またガタンゴトン戦法ね。そう、ガタンゴトン戦法。オッケー、行くわ。ガタンゴトン戦法行きます。あの入り口のとこまで集合だな。そしたら。そうだね。さあ、陸地、こっからが勝負ってことですね。まあ、多分距離的にここら辺まで来ちゃった方がいいかもしれん。ぐるっと回って、インコース。ここら辺かな。ちょっとインコース決めていって。ここら辺まで。OK です。あ、こうか。そう、さっきのとこ。ここ。あ。こっちじゃダメだ。左側じゃダメだ。ああ、ここら辺でいいかな。OK。OK。結局上げねばならんから、まあそういうことか。オッケー、そこ行こう。さあ、じゃあここで一回オンラインして、こっからもレールをつなげていくってこと。そう、いや、こっからはもう、いや、まだここは大丈夫。一回またこれ壊して上に置く。これ殴ったら大変だよ。これ乗っけてっていう感じ。はい。で、乗っけて。あ、ボートまた乗っけんの。そう、多分救急さん持ってんじゃん。オッケー乗った。で、こっちへ。あ、でもここら辺はスイスイ行けるか。あ、でも見えてんね、こっから、もう。マジで？あ、やった！見てる。削った方が早いか。ギリギリだ、削るわ。で、一気に駆け上るか。うん。なるほどね。なんか、村人もそうだけど、なんか俺もなんかすごい。そこまでで。ちょっと、ここ抜けられるか。結構長くね。あ、抜けられるか。いや。掘り抜く4マスで。いや、上げちゃった方が楽だ。オッケー。上げちまおう。いや、文明の利器ですよ、これが。ただ、キュウキュウさん、これ結局、あれだからね。今度、トロッコに乗せる作業待ってるから。そうよ。出た。逃げんようにだけセットした。出た。うわ、その紙が大変。村人輸送ってこんな大変なんだ。そうよ。握りまでこうしてやって大丈夫で。なるほど。ここで、キュウキュウさん入って。入ります。じゃ、トロッコにオンラインさせていただいて、はい、乗って。いいよ。あー、飛んでた。あ、大丈夫？ねえ、あ、びっくりした。窒息したのかと思った。これで優秀だな、トロッコ。またもう一人連れてくるで、ここをもう一回使えばいいから。そうそうそう、はい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 。
これでここはじゃあもう一回使えるんだ。ドロップ壊してそうここにギオがボートを置いて、あでもそっかやっぱボートは使い回しできないんだ。そうなんだ。今のうちにあっちの村行くとかできないんだね。そうそうそう。じゃあこれツル足で壊しちゃっていいの。うん、ちょっとちょっとこのまで逃げちゃう。乗りなさい乗りなさい君君乗りなさい。ほら気持ちいいよこっちは。おほらやめろムキショ落としてんのかと思ったわ。乗った乗った乗った。よし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 。おわら。うん、オッケー。ここ変なところに、変なところに落ちないようにしないとね。変な感じになるからまた。ここ一段が持った方が楽だな。いや、もう一回乗せ替えるのめんどくせえからもう、ルート線取っちゃっていいかもしれない。ああ、だね、オッケーオッケー。なるほどね。行っちゃうか。そっか、乗せ替えるのがこれ大変なんだ、これ。取れる。取れないか。ギリだね。しちゃって。ある程度まっすぐまで掘って、はいはい、そこから左に曲げる。てかこの村人どこに運べばいいんだろう、そもそも。それな。でベッドも必要じゃん。あ、ベッドいっぱいある。ベッドはもう死ぬほどある。まあ、それらんじゃぶち込む。ぶち込むっていうのはぶち込む。空き家があるからさ。豚僕にぶち込む的な感じでやめなさい。あいつは逃げるぜ。これで来れる。オッケー、ありがとう。これでこのここまでまっすぐ。オーライオーライオーライ。まっすぐ入れない方がいいんじゃねえかな。ああ、なるじゃあ上でしょ。あ、もう土の端とか作っちゃっていいと思う。オッケーだったら、ね、だったらこっちで大丈夫。いやーいいね村人さん。これだけだとまだね繁殖しないですよね。そうっすよ。せんな。二人以上じゃダメなんだ。これ女性なんですかね男性なんですかね。多分妖精っす。それは両方っすかね。やばい、これは分からないということで。オッケーオッケー、一人連れてきたね。一旦ここにベッド置こう。ベッド置けば多分紐付けされるから。じゃあちょっとこのお店の裏に。そうで夜でしょもう。一回ちょっと寝るしょこの子。あっ現在の村人1位になった。え本当だ本当だ、すげえ。なんだこれ、このシステムがやばいよな。じゃあちょっとここ斧で壊させていただいて、はいはい、ここで寝て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 、これいけんじゃない。ちょっとどうしたらいいんだろうね村人さん。でも村人の満足度って言ってなかった。なんかまあ一人いるからカウントはされたね。なるほどね、うん、よっしゃ村人さんね、はいこちら、1というか住んでくれてるんでね、はい、ちょっと2人目をねちょっとお迎えに上がりましょう。お迎えにね、これラチとかじゃないんで。ラチとかじゃないですよ。そうね、おっしゃる。足りれば足りる。そっち足りる足りるっすね。っあの村人をちょっと収納所作るわ。そしたら収納所、収納っていうの。ちょっと村人の満足度下がるんで、そういうあの表現やめましょう。俺ずっと言ってたけど村人ちょっと逃げんよ。なんか村人のまとめる場所作るわ。そしたらさっきさ、ゲームマスター井野さんがさ、うん、あの村人の満足度が大事って言ってたからね。言ってた言ってた、おっしゃってましたね。至極抽象的なワード、満足度。さあ来ましたね。あ出た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 。いいのか、そっか。これめちゃくちゃ、はい、急遽早くボートボート。オーケー。あでも2回目は結構楽だね、おかげで。もう慣れてるしね、道も整備されてるから、うん、そう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 。はい、あとはもう行くだけやから。あとはこれはどうしたらいいんだ。これは一回壊させていただいて、まずボートかな。ボートトゥーボート、ボートトゥーボート、ボートボート、こっち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 だよ。バカ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 、めんどくさいめんどくさいめんどくさい。こっちこっちこっち、ここだよ。オッケー、オッケー、素晴らしいね。村人のことバカって言わないでください。かわいそうじゃない。満足度下がる。入りました。はいはい、そしたら一回降りて、はい、オッケーオッケー。そうウィーンってなって、ああ今一応頭、今頭首やったぞ。今首グニャって、首グニャっていったの。村人の首折ったんですか。ちょっと完全にこれ輸送中に満足度下がる。え、なんか村人なんか泳いでるぞ。一人脱走してねえか。じゃあ一人なんか泳いでるよ。逃げ取るやないか。なんか海が好き、お好きみたいな、ね、あ、村人2になった。あ、村人2になった、やった。よっしゃ。じゃあちょっとお家をね、作らせていただいて。そうだな。お家をしっかりと、お家作ってる。しっかりと作らせていただいて。めっちゃおしゃやん、もうすでに。
村人じゃない、でもこんなもんでいいでしょ。しつかりと。いや、素晴らしい。めっちゃレザー封印しとるやん。適当に封印しとるやん。この人も満足度大事やん。あ、満足度か。いや、あーじゃなくて。あーじゃなくて。でもドア、ドアがあるから別に満足度上がるっていうのはそのなんかその僕らのエゴじゃんそれ。いやいや上がるよ。上がるんだよ。上がるんか。お乗った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 。こっちじゃないね。山の方行かないね。オッケー。もうあの僕らの羊だから。でもここ結構きつくね。これ一回一個降りないときついな。どうせ一個降りるからまあ降りていいよ。どうせ一個降りる。うん。じゃあなるべくそっちに近づける戦法行くか。行けそう。でこっち階段上がった瞬間またボートで連れ込む。そうだな。タイタイみたいにいつものタイタイみたいに連れ込む。言い直した。キルさん。しゃ行こう。待ってね。行こう。いや壊して。このまま終わるなってそれちょっと良くないぞ。壊させていただいて。オッケー。優秀か。あ休業。ちょっとダメ。オッケー。行け行け行け。待ってこれ頭ぶつけるからこの人結構最近。2だったら大丈夫だと思うよ。もう最近頭ぶつけるよ。オッケー。入ってきましたね。これ鉄の扉じゃなくて大丈夫？満足度とは。オッケー。そしてはいここではいもうしつかりとここで。バイバイ。おい。ちょ本当に。オッケー。就職したぞ。いいね就職仕事もして。農民じゃないから。釣り師だから。あれ大原すごい。屋根ができてる屋根が。適当なやつですけど。俺がさ身を挺して守ってんのに。急遽乗っけろってボートに。乗っけたとででしょ。正味。なんで？乗っけてもさ。うん。またさ上がってくれるの待ちじゃん。喧嘩はやめて。もう閉じ込めるじゃん。喧嘩しないで。これさもう一段もうこれもう。二人の喧嘩は見たくないのさ。いいし。行け。何も言われんことある。え？なかったことにされたもしかして。カット。カット。カットされました今もしかして。カットされてないですよ安心してください。さあここではい。これ村人みたいに来るんじゃないのこれ。ぐるぐる。来る本当に切れるよ本当に切れるよ君。おい大パンすんな大パンすんなよ要塞みたいになってるやんなんだよこれ要塞やんどうやって入ればいいんだろうはい考えた下ろすやん閉じ込めてあなるほどねそしたらこいつはもう入るしか道がないわけよあれバイオレンスやんいやもう2人でそこもかなくていらんよそれ多分安全性が担保された上でほらめっちゃこっち行きたがるなんかすごいことなってんだけどほらだってベッドの数大事って言ってなったなんかいや、俺ちゃんと8個、8に対応してるからさあ、来た来たはい、いらっしゃーいはい、帰りなーいいや、これからもよろしくお願いしますちょっと待って帰りなー俺らね、性格悪くなってるからね性格悪いよ、ちょっと帰れないじゃなくてなんでそうあ、でも2人でほらほら2人でほらほらほら楽しそうね、あの、人参あげよ、人参確か人参とかパンとかねここさん、ここさんパンあげよ、パンあげよあ、俺パン16あるわパンあげよ統一しなきゃダメだからね、あげるのあ、じゃあそうなんだじゃあパンでいこうええやん。お子さん。ええやん。はい、こけてない。いいな。あ、生まれた。おタイタン邪魔すんなよ。なんで一生懸命子供産んでくれてんの今。あいて。あいたいたい、出れない。出れない。ということで、今回の動画ではですね、住民税、もちろん、届かないと思うんですよ次回の動画のね、うん、毎動画の始まりみたいな感じで確か言ってた気もするから、うん、はい、はい、なので次回の動画ぜひお楽しみあれ来た、来たヤクザの人だヤクザ言うな君たちの中にはい規則を破った者がいるおいなんだだどうした誰だいや身に覚えはないけど心当たりしかないおっと以前公開した動画で視聴者より告発があった、はい、なんだはい問題のシーンはこちらだえこんなに畑作ったところであれなんだよ交換できるよ限界あるからさ確かに余んだよ人参がね毎回余るようになってきた余んがす今見てもらったようにはい
畑作業をしていた大原名は、はい、俺か、土ブロックで土を壊していた。罪深き男よ。それいいでしょうか。はい、僕もそれプレミア公開見ててですね、うん、あ、こいつって壊しとるやんってそこは見ました。動画で視聴者に見られた以上見逃すことはできない。なるほど、確かにね。初版であるため今回はこっそり見逃してやろう。おお、ありがたい。ただ2回目からは罰金刑が課される可能性がある。マジか、罰金、マジか。まあ気をつけたまえ。わかりました、ありがとうございます。すいません、ちょっと一回寝とこうか。そしたら寝とこうか。終わりました。ということで、はい、次回の動画から住民税制度が導入されることになりました。いやー、努力の甲斐あって、ここでね、不労所得とかをね、はい、ゲットできたらいいんじゃないかなということで、はい、はい、ぜひともね、次回の動画もお楽しみにお願いいたします。お願いします。今日もありがとうございました。この東京チャンネルでは、帰宅部動画、このマイクラ動画ですね、17時30分にプレミア公開してますんで、ぜひとも次回も遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。そして高評価もね、ポチッと押してくれたら嬉しいなと思います。説明欄には、帰宅部 YouTube チャンネルリンクございますんで、帰宅部3人を応援してくれたら嬉しいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。